スミ、見て見て、ここにもカタツムリがいたわよ。本当だ。うわ、このカタツムリ殻に子供を乗せてるよ。かわいい。ちょっと雨の中そんなに走り回ったら危ないって。っていうかちゃんと傘を差しなってば。二人とも髪の毛びしょびしょになってるし。だってココロンとミサキちゃんと帰るなんてめったにないじゃん。思いっきり楽しまなきゃって思って。そうよね、私もカスミと一緒に帰れて嬉しいわね、ミサキ。あー、まあね。けど今日他のパピパの人たちはどうしたの？今日はみんな用事があって先に帰っちゃったんだ。一人で寂しく帰るのかって思ってたけど、ココロンとミサキちゃんがいてくれて本当によかったな。あ、カスミ見て、とっても大きな水たまりがあるわよ。こんな大きな水たまり飛び越えられるかしら。私もやってみよう。ちょっと子供じゃないんだから、わざわざ飛び越えなくても避けて通ればいいでしょ。そんなことしたらせっかくの水たまりがもったいないと思うわ。水たまりがもったいないって、その発想は私にはないから。そうかな、私はわかるけど。でしょうね、富山さんと心は似た者同士だし。っていうか二人とも本当に元気だね。私はここのところずっと雨が続いてるから気分までげんなりしてきてるんだけど。え、なんでなんで、雨の日は雨の日で楽しくない？私は雨の日も好きだよ。私も雨の日にも楽しいことはたくさんあるもの。こうして水たまりをジャンプしたりするのも楽しいし、雨の中を裸足で歩くのだって楽しいわ。あ、それ私も子供の頃やったよ。足の裏が道路にピタピタくっつく感じがして気持ちいいんだよね。私久しぶりにやってみようかしら。ココロンがやるなら私もやろう。やらなくていいって。っていうか100歩譲って水たまりをジャンプするのはまだわかるけど、さすがに裸足はやめなって、危ないから。ミサキも一緒にやりましょう。さあ靴を脱いで。やりません。ん？なんだろう。ん？どうしたの急に、なんかあった？なんか遠くの方から聞こえてこない？太鼓の音みたいな感じ。太鼓の音？あ、そう言われれば確かになんか聞こえてくるかも。本当だわ、とっても楽しいリズムね。体が勝手に動き出しそう。なんとなく商店街の方から聞こえてきてる感じするけど、どっかでお祭りとかやってたっけ？あ、そういえば確か週末に近くの神社でお祭りがあるって商店街の人が言ってたかも。それの練習とかしてるのかもね。お祭り？あっちゃー、よりによってこの二人の前でお祭りとか言っちゃった。すごいわ、お祭りがあるのね。私行ってみたいわ。うん、私もそれやっぱりそうなるよね。ねえミサキ、カスミ、これからお祭りに行ってみましょうよ。これから？じゃなくてお祭りは週末だって。今日は練習だと思うし、だって何もないんじゃない？そんなこと、行ってみないとわからないわ。賛成、行こう行こう。お祭りだと金魚すくいとかあるかな。私金魚すくい大好きなんだ。だからお祭りは週末なの。金魚すくい？それは何？私初めて聞いたわ。金魚すくいってどういうものなの？水槽みたいなところに金魚がたくさんいるのね。それをこうやってすくうの。とっても楽しそうね。早く神社に行ってみましょう。うん、神社は確かこっちだよね。それじゃあ行こう。ミサキもほら一緒に行くわよ。わかったって、行くから。そんな引っ張んないで。カ
神社に着いたわよ。お祭りはどこかしら。金魚すくいは？あー、やっぱりどこにも屋台は出てないね。だから言ったでしょ、お祭りは週末だって。やっぱりそっか、残念だな。けど太鼓の音はするよね。お祭りに向けて練習とかしてるんじゃないね。はい、納得した。それじゃあそろそろ帰るよ。私それ見てみたいわ、太鼓を練習しているところ。かすみはどうかしら。うん、私も見たい見たい。音は奥から聞こえてくるよね。ちょっと行ってみようよ。ほんと好奇心の塊なんだから二人とも。見て、みさき、かすみ、あそこで太鼓を叩いてるわよ。とっても大きな太鼓ね。ほんとだ、私の身長くらいあるかも。すごいね。お、かすみ、あ、ともえちゃんだ。見て見て、心、あそこにともえちゃんがいるよ。ほんとだわ。もしかしてともえもこの太鼓の音に誘われてここに来たのかしら。いやいやいや、あの衣装見なよ、それは絶対違うから。ん、心と美咲もいたのか。どうした、こんなところで。ね、心と美咲ちゃんと一緒に学校帰ってたら神社から太鼓の音が聞こえてきて、お祭りとかやってるかもって思って来てみたんだ。そっか、けど悪いな、実際のお祭りは週末なんだ。今日は和太鼓の練習をしてるだけでさ。え、今の太鼓の音って智恵ちゃんが演奏してたの？そうだったのね、すごいわ。とっても楽しいリズムだったもの。私、体が勝手に動いちゃったわ。そんな風に言ってもらえると嬉しいな。あ、そうだ、ちょっと休憩したらまた練習するからさ、よかったら和太鼓の演奏を見ていくか。え、いいの？もちろん、やっぱり見てくれる人がいてくれた方が演奏してる方も気合が入るしな。やったー、心、一緒に見ていこう。みさきもこっちにいらっしゃい。はいはい。っていうか、こうなっちゃったらもう付き合うしかないよね。ともえちゃん、頑張ってね。ありがとな。それじゃあ行くぜ。そい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 、そいや。あ、すっごい気合い入ってるね。かっこいい。みさき、今ともえはなんて言ってたの？早口でよくわからなかったわ。よくわからないけど、多分ソイヤ。ソイヤ？ミサキ、ソイヤって何かしら。なんか気合を入れるための言葉じゃないの？私もよく知らないけど。すごいわ、ソイヤって言うと気合が入るのね。私も言ってみるわね。あれ、心、私もやりたい。それなら一緒に行ってみようよ。せーの、ソイヤー。この人たちのテンションに全くついていけない。はぁ、汗かいた。どうだ、和太鼓の魅力ちょっとは分かって。響きって本当に素敵ね。私も思った、空気全体が揺れてる感じがしてゾクゾクって鳥肌立っちゃった。おお、そう、和太鼓ってそうなんだよ。うわ、やっぱり分かってくれる人がいてマジで嬉しいんだけど。アフターグローのみんなは和太鼓にあんまり興味ないからさ、今のですっげー気合い入った。お祭りも成功間違いなしだな。ありがとな、二人とも。ねえ、ともえ、私もお祭りで太鼓を叩いてみたいわ。え、私も私も。絶対言うと思ったけど二人ともやめなって。いき
きなり素人が参加したって迷惑かけるだけだから。すみません宇田川さん、遠慮なく断ってくれていいんで。え、私は全然 OK だぞ。やっぱ和太鼓の響きの素晴らしさが分かる人と一緒にやりたいからな。それにこういうのは何よりやる気だし。あ、意外とあっさり OK なんだ。それじゃあ今日の練習はこれで終わりだから、明日の練習から参加してくれよな。わかったわ。かすみ、みさき、頑張りましょうね。え、あたしもやるの？じゃあともえちゃん、明日からよろしくお願いします。ああ、こっちこそよろしくな。気合を入れて一緒にお祭りを盛り上げようぜ。ああ、なんかあたしどんどん深みにはまっていってる気がする。今日は雨の中、3人ともありがとな。それじゃあ練習始めるとするか。やったー、なんか心ワクワクするよね。私、和太鼓を叩くのが楽しみで、昨日は一睡もできなかったわ。それ楽しみにしすぎ。そこまで和太鼓を楽しみにしてくれてたのか。やばい、私ちょっと感動してるよ。あの宇田川さん、練習の前に叩き方とか心構えとかそういうのを軽く教えてほしいんだけど。私たち和太鼓に関して全くの素人なんで。心構えな。お、そういえばこのお祭りはもともと長雨の時期に晴天を祈願するためのお祭りだったらしいんだ。晴天を祈願するのね。そう、私もちょうど晴天を祈願したいと思っていたところなの。っていうか絶対分かってないでしょ。晴天祈願っていうのは空が晴れますようにってお願いすること。今のお祭りにそんな意味合いはほとんどないみたいだけど。だから心構えは太陽に届くような気合でって感じかな。太陽に届くような気合ね。了解しました。あの、そういう精神論だけじゃなくてもうちょっと技術的なコツみたいなのは。まあ、あ、なんだ、コツはいろいろあるけど、最初はとにかく楽しくやることが大事だな。わかったわ。元気に笑顔で太鼓を叩けばいいのね。まあ簡単に言っちゃえばそういうことになるか。本当に？お、本当に元気と笑顔でまとめちゃっていいの？よし、それじゃあそろそろ練習始めるぞ。それじゃあ一回この辺で休憩にするか。はあ、疲れた。和太鼓ってすっごい疲れるんだね。私もう腕がパンパンになっちゃった。ほんとかなりきついね。この感じは絶対明日筋肉痛になるやつだ。腕が痛くなるってことはまだ腕だけで打っちゃってるのかもな。もっと全身を使って太鼓を叩くのが大事なんだ。そういうことはやる前に言ってほしかったんだけど。ねえ心、心もちょっと休んだら？腕痛くなっちゃうよ。私はまだ平気よ。もっともっと叩いていたいわ。あのスタミナどっから湧いてくるんだろう。けど見てると心はなかなかいい感じで全身を使って打ててるな。だからそこまで疲れてないのかもしれないぞ。そうなんだ。あの子って不思議と何でもできちゃうから。ねえみんな見て見て、私すごい発見をしたの。太鼓の前でくるっとターンして叩くととっても大きな音が出るわよ。こうでしょう。それ。あ、本当だ。心すごい。あんな動き上級者でもなかなかできないぞ。なんていうか割と天才なんですよね心って。その才能を完全に無駄遣いしてるけど。一回
回目の練習であれだけ叩ければ本番が楽しみだ。これはかなりの逸材を発見したかもしれないぞ。和太鼓界に衝撃が走るかもな。そんな会があるんだ。私も心に負けないように頑張らなきゃ。確か太陽に届くような元気と笑顔と気合だったよね。私の気合でこの雨雲を追っ払っちゃおう。いいね、その気合。その調子でお祭り当日も雨雲を吹っ飛ばしてくれよ。そうだよね、せっかくやるんだからたくさんの人に私たちの演奏を見てもらいたいもんね。あ、それじゃあさ、後でみんなでてるてる坊主作ろうよ。お祭りの日が晴れますようにって。てるてる坊主って小学生じゃないんだから。あら、そこにいるのは宇田川さんですか。お、あ、誰かと思ったらさよさんじゃないですか。どうしたんですか、こんなところで。バンドの練習に向かうためにここが近道だったので。あ、さよ先輩だ。こんにちは。ココロンとみさきちゃんもいますよ。どうもです。とても珍しい組み合わせですね。皆さんは一体何をしていたんですか。私たちはお祭りで披露する和太鼓の練習をしてました。今度の週末にみんなで一緒に演奏することになって。お祭りで和太鼓。なるほど、そうなんですか。それでは皆さん頑張ってくださいね。ねえさよ先輩、先輩も一緒にやりましょうよ。和太鼓すっごい楽しいですよ。おお、それいいな。さよさん、やりましょう。私ももっと多くの人に和太鼓の魅力を伝えたいんで、一回叩いてくれればこの魅力マジでわかりますから。え、私が和太鼓。それは遠慮させてもらいます。私がギター以外の楽器を演奏できるとも思えませんし。あ、それじゃあ演奏しなくてもお祭りの当日見に来てくれるだけでもいいんで。いえ、私はやめておきます。私が参加することでせっかくのお祭りを台無しにしたくないですから。お、どういうことですか。なんでさよさんが参加するとお祭りが台無しになっちゃうんです。昔から私が何かすると必ず天気が悪くなってしまうんです。だからきっとお祭りの日も雨になってしまうような気がして。そうなんですか。なんとなくそんな気がするというか。なので私は遠慮しておきます。すごいわさよ。さよは雨を降らせることができるのね。さよが砂漠に行ったらきっとみんなが笑顔になるわね。ちょ、ココロ、なんかすみません、この子悪気はないんで。私が砂漠に行ったら確かにそうしたら砂漠の人たちは喜ぶかもしれませんね。そんなこと考えたことありませんでした。サヨってすごいわ。だって雨を降らすことができるのよ。私サヨのこともっともっと知りたくなったわ。ねえ、お祭りの日みんなで一緒に遊びましょうよ。いえ、やっぱり私は遠慮させてもらいます。いよいよお祭り本番だね。ほんとね、私お祭りが楽しみすぎて昨日から一睡もしてないわ。あんたこの前も寝てないって言ってたでしょ。ちゃんと寝て、さすがに体壊すって。けど今のところ雨は降ってないけど、この空の感じいつ雨になってもおかしくない感じだね。この前作ったてるてる坊主もなんか元気なかったし。天気予報だと雨のマークになってたからね。ちゃんと屋台出てるかな。和太鼓の演奏の前に金魚すくいもやりたいな。こんなところで考えていても仕方ないわ。とにかく行ってみましょう。うん、そうだね。
それじゃあ神社に向けて出発。神社に到着っと。あ、ねえ見て見て、ちゃんと屋台出てるよ。ほんとすごいわ。いろんなお店が並んでるわね。ほんとだ、よかったね。とりあえずお祭りはやってるみたいだし。心美咲ちゃん、和太鼓の集合時間までまだちょっと時間あるから、それまで屋台をブラブラしてみない？とっても素敵な考えね。私は賛成だわ。もちろん美咲もいいわよね。はいはい、それくらいは覚悟してきてるんで。わー、やったー。ねえ、あそこにリンゴ飴の屋台があるよ。みんなで一緒に食べようよ。かすみ、私リンゴ飴ってよくわからないわ。リンゴ飴ってどういうものなのかしら。リンゴがあるでしょ。そこにこんな感じで飴がついてて、リンゴを買うと飴ももらえるってことね。じゃなくて、リンゴの周りが飴でコーティングされてるので、その飴とリンゴを一緒に食べる感じ。とっても美味しそうね。私リンゴ飴食べてみたい。あれって食べるの結構難しいんだよね。すぐ手がベトベトになっちゃうし。あ、それわかる。口の周りとかもかなりベトベトになるよね。私のおすすめの食べ方はね、まず最初にリンゴの周りの飴を全部食べちゃうの。その後に残ったリンゴを食べていくとベトベトにならずに食べられるんだよ。知ってた？知らなかったけど、飴とリンゴを別々に食べるならもはやリンゴ飴じゃなくてもよくない？あ、そっか、考えたこともなかった。はぁ、あ、みんな早く早く、すみません、リンゴ飴ください。かすみ、私も食べてみるわ。ふぅ、つれ、あの二人相手にいちいち突っ込んでたら本当にキリがないんだけど。リンゴ飴とっても美味しかったわね。私リンゴ飴が大好きになったわ。本当美味しかったね。今まで食べたリンゴ飴の中で一番美味しかったかも。それは多分初めてリンゴと飴を一緒に食べたからじゃない？そうかも。今まで別々に食べててもったいないことしちゃったな。ねえかすみ、私かすみが言ってた金魚すくいがしてみたいわ。金魚すくいのお店はどこにあるのかしら。わ、そうだね。早くしないと和太鼓の演奏も始まっちゃうし、金魚すくいやりに行かないと。金魚すくい、金魚すくいはっと、あ、あった。ココロン、向こうにあったよ。行ってみよう。これが金魚すくいなのね。わー、たくさん金魚さんがいるわね。かわいいよね。これをすくえばいいんだよ。すみません、私とココロン一回ずつお願いします。この金魚さんたちを救えばいいんだよね。それじゃあ私からやってみるわね。ココロン頑張って。それじゃあ行くわよ。ねえ、この子たちをここから出してあげてくれないかしら。この子たちを捕らえてどうするつもりなの？ちょっとココロ、何言ってるの？お店の人困っちゃってるし。だってこの捕らえられた金魚さんたちを救ってあげるのよね。この子たちをここから救い出すためにはこの人を説得するしかないじゃない。救うってひょっとして救助しちゃってる？違う違う、そうじゃなくて救う、この紙で救うの救う。ちょっとやってみせるから。みさき、金魚さんを捕まえるならこっちの入れ物を使ったらどうかしら。そんな紙みたいなのじゃすぐ破れちゃうと思うわ。そういうルールなの。鶴巻さん、何をしているんですか？わっ、さよ先輩だ。さよ先輩、来てくれたんですね。あ、さよ、よかったわ、来てくれて。ちょうど今この金魚さんたちを救おうと思っていたの。さよも力を貸してくれるかしら。
私は通りかかっただけで、賑やかな屋台があったのでちょっと気になったというか。ねえねえ、さよ先輩、和太鼓の演奏までもうちょっと時間あるから一緒に屋台回りましょう。とってもいい考えね。それじゃあみんなで遊びましょう。あ、向こうに亀すくいっていうのがあるわよ。ねえ、その子たちをそこから出してあげて。あの二人完全にさよ先輩と一緒に屋台を回るつもりでいるみたいですね。なんか本当にすみません。いえ、時間はありますから、少しくらいなら。はー、楽しかったね。さよ先輩も来てくれたからすっごい盛り上がっちゃった。ですから私はたまたま通りかかっただけで。さよがとっても上手だった。あれ、なんて言ったかしら。銃みたいなやつで景品を落とすやつ。射的ね。そう、それ。さよは本当に射的が上手かったわね。今度私にも教えてほしいわ。私も私も、本当百発百中って感じだったもんね。お店の人もびっくりしてたし。要領がとても弓道と似ていたから。だけどあんなに当たったのはきっとまぐれだと思います。私も射的は初めてだから。え、初めてだったんですか。っていうかさよ先輩ってこういうお祭りとかあんまり来ないんですか。小さい頃はひなと一緒にお祭りに行くこともあったけれど、最近はその機会も減りましたね。だから今日は少しだけ新鮮な気持ちというのかしら。それ私も一緒です。私もみんなの前で和太鼓の演奏するの初めてなんで、いつもよりキラキラドキドキしてるんです。あ、そろそろ宇田川さんと合流した方がよくない。演奏の時間もだんだん近づいてきたし、軽くウォーミングアップもしないとダメだよね。あ、そっか、確かにそうだね。それじゃあ智恵ちゃんのところに行こう。くれたんですね。はい、ご迷惑かとも思ったんですが。迷惑だなんてそんなわけないですって。和太鼓の演奏を聞いてくれる人が増えてくれるだけで、私はすごい嬉しいですよ。だけど私が来ると雨がそんなことあるわけないですから。現に雨なんて、雨だ。このタイミングで本当に降ってきちゃったし。だから言ったでしょ、私が来るとこうなってしまうって。やっぱり私は帰った方が。いやいや、こんなの偶然ですって。さよさんが気にすることじゃないですから。私もそう思います。さよ先輩、今日のために一生懸命練習したんで、私たちの演奏見ていってくださいよ。そうよ、せっかく来たんだから演奏を見た方が楽しいわよ。きっとさよも笑顔になれると思うわ。だけど。っていうか大丈夫です。この雨雲、私たちの気合で吹き飛ばしちゃいますから。あ、今ちょっとスマホで天気予報見てみたんだけど、この後の天気雨のち晴れの予報になってるよ。それじゃあみんなでこの雨雲を吹き飛ばしちゃうような気合を入れてみようよ。それよ、私たちが気合を入れればきっと太陽だって出てきてくれるはずよ。トモエだってそう思うでしょ。いやいや、いくらなんでも気合は絶対に重要だとは思うけど、それで晴れるかっていうとさすがにそれは。そんなのやってみなくちゃわからないわ。あのさ、心も富山さんもちょっと落ち着いてって。天気予報はこの後雨のち晴れなんだけど。気合を入れる掛け声はもちろん、ハッピー、ラッキー、スマイル、イエーイよね。え、ポピパピポパポピパパピポパ
が私的には気合が入るんだけど。それじゃあ間を取ってハッピーラッキーポピパパピポパーにしましょう。ああ、それいいね。それで行こう。心、だからね、天気予報だとこの後。それじゃあ行くよ。ハッピーラッキーポピパパピポパー、空よ晴れよ。ダメだこの人たち、二人の世界で盛り上がっちゃって全然人の話聞いてないし。今ちょっと雲が薄くなった気がしたぞ。宇田川さん、だよね、私も今そう思った。なんか向こうの方の空が明るくなった気がする。私たちの気合が通じたんだよ。これはあるぞ。もともとこのお祭りって晴天を祈願するお祭りだからな。やっぱそういう力があるのかもな。うわー、なんか見かけによらず宇田川さんも結構来てるな。ちょっと待ってな、今私気合い入れて太鼓叩いてみるから。行くぜー、ファイヤー。うわー、すっげー、向こうの空、今明らかに雲が薄くなったぞ。見たよな。今のは絶対間違いない。今のはトモエちゃんの気合が届いた感じした。トモエ、その調子よ。もっともっと気合を入れましょう。マジであるんだな、こんなことって。やっぱ大事なのは気合なんだな。気合じゃなくて気圧だってば。っていうか宇田川さんまで完全にあっちの世界の住人になっているんだけど。さよさん、この感じならすぐに雨も止むと思います。私たちに任せてください。はい。宇田川さん、心と富山さんと完全にシンクロしてるし、あの人実は結構ヤバい人なのかもしれない。よし、それじゃあそろそろ私たちの出番だな。いよいよだね。気合い入れていこうね。もちろんよ。あと笑顔も忘れちゃダメよね。だな。和太鼓界の新星はやっぱりいいこと言うな。けどなかなかこの雨やまないね。さっきの気合で雲は少し薄くなった気がしたけど。確かにお客さんも徐々に帰り始めてるみたいだな。だんだん人が減ってきちゃってるし。そのためにもこの雨をなんとかしなきゃだよね。さゆ先輩も待っててくださいね。私たちの気合でこの雨雲吹き飛ばしちゃいますから。はい、わかりました。あのさ、ちょっといいかな。どうした、美咲。あのね、さっきからずっと言ってるんだけど、スマホの天気予報だとこの後晴れるんだって。だからそんなに心配しないでも。美咲、そんな天気予報なんて当てにならないわ。天気予報だって外れることもあるもの。それはそうだけど。うん、確かに心の言う通りかもな。天気予報なんて当てにしてちゃダメだ。この雨を止ませるのは私たちの気合しかないだろう。そうだよね。私も自分たちの力でなんとかしなきゃダメだと思う。さすがトモエちゃん、いいこと言うよね。やめろって。私だってみんなからいろんな大事なことを教えてもらったから言えただけで。なんか勝手にいい話みたいな雰囲気出してるし。っていうか天気予報と気合だよ。普通天気予報の方が当てになるよね。私が間違ってるの？なんかこの異様な価値観に飲まれてよくわかんなくなってきてるんだけど。よっしゃ、それじゃあ行くか。今まで以上の気合を入れて本番に向かおうぜ。おー、気合の掛け声はやっぱりハッピーラッキーポピパパピポパだよね。もちろんよ。あ、それなんだけど、さっ
時はまだ半信半疑で言い出せなかったんだけどさ、今だったら自信を持って言える。よかったらその気合の掛け声に私の気合の言葉も入れてくれよ。そっちの方が絶対に効果が上がると思うんだ。巴の気合の言葉？それって何かしら。あ、あれだよ、心ソイヤーってやつ。あのソイヤーのことね。そう、ソイヤーが入ると絶対もっと気合が入ると思うんだ。なんていうのか、ソイヤーって言葉にはそういう不思議な力があるんだ。確かにソイヤーってそんな感じするかも。ソイヤーってとっても不思議ね。なんかみんなソイヤーを当たり前みたいに使ってるけど、そんな公用語ないよ。それじゃあこんな感じかな。ハッピーラッキーポピパパソイヤー。それよ。それじゃあみんな気合い入れていこうぜ。せーの、ハッピーラッキーポピパパソイヤー。ソイ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 ヤー。太陽さん、早く出ていらっしゃい。ソイヤー。私も心や巴ちゃんに負けないよ。始まりましたね。ええ、皆さんとってもすごい気迫ですね。あ、奥沢さんは行かなくてもいいんですか？確か一緒に練習していましたけれど。私の出番はまだ先なんで。なんか本当にすみませんでした。こんなことに付き合わせちゃって。私は割と慣れてきたけど、心とか富山さんって盛り上がっちゃうと周りが見えなくなっちゃうから、さよ先輩戸惑っちゃいましたよね。あと宇田川さんも結局向こうの世界の住人でしたし。そういえばさっきも言いましたけど、そろそろ雨止みますよ。雨雲レーダーもこんな感じなんで。だからさよ先輩が雨のこと気にしてるんだったら、私すごいと思います。え、すごい、あれが。だって皆さん、現状を変えるためにあんなに本気になって頑張っているんですから。え、じゃなくて天気予報を見ましたよね。別に頑張るとかじゃなくて、雨はそろそろ止むんですけど。皆さん頑張ってください。さよ先輩までこの雰囲気に飲み込まれてるし。さよ、みさき、あなたたちもそんなところにいないで、こっちで一緒に盛り上がりましょう。え、私の出番はまだなんだけど。奥沢さん、一緒に行きましょう。どんどん向こうの世界の住人が増えていく。私も踊ります。ああ、さよ先輩完全にソイヤの世界の住人になってるけど。なんかお祭りが盛り上がってきてるんだけど。それじゃあ最後の仕上げだ。みんな行くぜ。せーの、ハッピーラッキーポピパパソイヤー。
夢中になりすぎちゃって途中から記憶がないかも。私、和太鼓が大好きになったわ。今度のライブはミッシェルに和太鼓をやってもらおうかしら。はあ、もう勘弁してよ。和太鼓本当にきついって。皆さん、本当にお疲れ様でした。とても素晴らしい演奏でしたよ。さよ先輩の踊りもすっごい良かったですよ。すみません、皆さんの気迫につられてつい踊ったら少し汗をかいてしまいました。皆さん見てください、空。え、空？あ、いつの間にか雨が止んでる。やったわね、トモエ。私たちの気合が太陽に伝わったのね。やっぱりあのクライマックスのトモエちゃんの連打が効いたんだよ。空気がピリピリ震えてたから、きっとその振動が雲に伝わったんじゃないかな。そうかな。けど確かにあの振動は自分でもいつもとちょっと違う感じがしたんだよ。空気が共鳴してるっていうかさ。いやいや、そんなの絶対関係ないから。天気予報で言ってたんだって、雨のち晴れって。さよ先輩、これでわかりましたよね。さよ先輩が来たって雨は降りません。富山さん、さよ先輩がいるから雨が降るなんて、そんなことあるわけないじゃないですか。お、かすみ、いいこと言うな。あたしもそう思うな。今まで気合で天気を変えようとしていた人たちの言葉とは全く思えないんだけど。だけど私はさよが雨を降らせたっていいと思うの。だって私、雨って大好きだもの。雨の日だってたくさん笑顔になれるわ。ああ、私も雨大好きです。そう言われれば確かに私も雨の日には忘れられない思い出がたくさんあります。皆さんのおかげでそのことにやっと気づけたのかもしれませんね。お祭りに参加させてもらって本当に良かったです。ありがとうございました。そんなやめてくださいって。あ、そうだ、もしロゼリアで野外ライブとかあったら言ってくださいね。私たちの気合で絶対にその日は晴れにしてみせますから。私も気合い入れて太鼓叩いちゃいますよ。掛け声はもちろん、ハッピーラッキーポピババソイヤー。わかりました、頼りにしています。まあ、なんと思うが、それは自由か。くらいでそんな興奮しなくても。って、確かにすっごい綺麗だわ。あれはこんなに綺麗な虹が見られたのも雨が降ってくれたおかげですね。今日皆さんと一緒に見られてよかったですね。え、これからまたみんなで一緒に屋台を回ってみましょうよ。私まだまだお祭りを楽しみたいわ。そうだね。さよ先輩、射的教えてくださいよ。私に教えられるかどうかわかりませんが、行ってみましょうか。私たちの演奏でまたお祭りが盛り上がってきたし、ここで帰っちゃったらもったいないな。心に富山さんに宇田川さんか。向こうの世界の住人3人を相手にして私の体持つかな。はぁ、みさきちゃん、ため息なんてついて。そうよ、みさき、まだまだ行ってない屋台はたくさんあるわよ。それじゃあみんなで行こう。絶対持たないよね。